ットワークを、自由自在に使いこなす、ための、トレーニングというかですね、椅子の上でダンスしてるなんてよく言いますけども、今いわゆるこのタップダンスみたいな足の運びを、要求されます。で、難しいプレーをするようになればなるほどね、なので、まずはその操作感覚、ちょっとね冒頭の方でも紹介したんですけどね、足の付け根に、集中しちゃうと、つまり足の形がね固定のまんまここで上げ下げしてバスドラムを踏むような、そういうフォームに、なりがちです、一番使わなきゃいけないのはちょっとこうめくってこのくるぶしを中心にですね、こういろんな例えばこうちょっと横の動き、なんか何ですかね、こうまあこう昔でこれ絶対ダメなんですけど、こう捨てたタバコを足で揉み消すみたいね、そういう動きっていうんですか、とか、前へのスライドね、足のつま先だけがスライドするのもあれば、つま先からかかとまで行くのもありますよね。これだからちょっと靴を脱いで今わざわざ説明してるんですけども、そういうこう細かい足の、横っぽいスライドもありますよね。つまり例えばハンドパーカッションとかね、コンガとかやる人は分かるかもしれないですけど、こういうこう手の動きがいろいろあるんですけど、それが全部足でできるようにっていうのが、僕の場合はコンセプトになってます。つまり足にはもともとね重さがあるんで、その重さを跳ね上げてあげるだけで次の音はボーンって出るんですね。だから地面を跳ね上げる感覚の方が結構大事で、あとはこのペダルですね、今ちょっと見えるか分かんないですけど、このフットペダルの、このビーターのこう当たったら跳ね返ってくる力、それからスプリングがついてて、そのプレートの部分がこう戻ってくるんで、その戻ったところに、さっき言ってたこのフィンガーコントロールでやってたような戻ってきたものをキャッチして、そこに必要な力を与えてあげる。なおかつ、踏んだ足は上にこう跳ね上げるような感覚で常に、このペダル自体の機能と自分の足に、この重さがあるので、その重しをうまく使う、くるぶしから先の使い方っていうのを、研究しながらやってほしいんですけども、こういういろんな動きをね、近所迷惑とかマンション住んでる人は下の階の人に迷惑かけないようにして、ここから先をどう使うか、タップダンスのようなことですね、いつも意識して、練習してほしいと思います。はい、で実際に、靴履いて、ペダルの上に足乗せてみます。でこれね、勘違いしてる人いるかもしれないですけど、大体このドラムの、このペダルっていうのはこのプレートの部分がこう人間の足の形っぽく作ってあるんですよね。これ見えますか。そうでね、ここにぴったり足の形を乗せて演奏する人いるんですけれども、これだとね力の伝達あんまり良くないんですね。ここまでぴったり合わせちゃうと、これは、もうちょっと後ろ、もうちょっとだけ、その人に量にもよりますし、ダウンヒルでジャズやる人とかもいますけれども、それにしてもやっぱこのビーターですか、ここへの力の伝達を考えるとちょっと後ろの方がいいんですね。僕なんかは真ん中から真ん中よりちょっと前ぐらいを基本にしてます。これでこうでもしないとスピードも上がらないし、あんまり、音もちゃんと出ません。なのでちょっとここを基準にして、この上で踊ると。でよくありがちないわゆるスライド奏法ですね。斜め前へこうずらして、はい、これも、一般的な奏法なんで、これもぜひ使ってほしいんですけども、これ横にもスライド
ね、さっきあのタバコもみ消すみたいな、僕はあのあまりにも早いのをやるときはただ固定でやるよりもこの方が力逃がしやすいんですね。これはこういう風にした方が、なんでしょう、やっぱりこの伝達力をとあとリバウンドを、まあこう上手に使ってペダル、まあね、音量もちゃんと欲しいですしね、バスドラがしっかりこう抜けた鳴りを、ね、表現するというのはなかなか難しいものなんで、まあそこら辺も器用に使いながら、とにかくこうペダルのね、もともと持ってるあの機能をちゃんと生かして演奏するってことをもっと考えた方が、ね、いいですね。そして、このビーターよくね、くっつけるのがいいとか離すのがいいとかすごいいろいろ言われてます。で、まあ、僕の持論としてはくっつけたり離したり、表現によって変えたらいいと思います。あの音も微妙にね違ってくるんですよ。あのベタッと押し付けた時はこうパンチが効いたアタックが増しますけど、ポーンと弾くと、まあ、ちょっとこれじゃ伝わりづらいかもしれないですけど、レコーディングなんかするとすごい分かります。あの音のふくよかさとか、要はあのスネアとかもそうなんですけど、ね、こう例えばこう叩いて、こう叩くのとこう叩くんじゃ音違いますよね。これ当然バスドラにもそれが起きてくるわけですね。離すのは効果的な奏法ではあるんですけど、必ずしもそれがいいとは言えなくて、この抑え込む形が、すごく気持ちいい、適度な抑え込み方っていうのが逆に迫力を増したりとかですね、することもありますんで、それは本当にもう、その場の状況に応じて使い分けてほしいと思ってます。ただ一つ、話すのが苦手な人にこれは知っておいてほしいというのがあって、どんだけ少しでもね、きっとくっついたのがこれだとして、こんなもんでもこれ離れてるは離れてるんですよ。要は振動を抑え込まなかったら、音はそんなに死なないので、まあ音がというかサスティンがですね。だからこれは踏み込んでますけど、こういうふうになってれば、これは離れてるのと一緒なんですね。何もこれだけが離れてる奏法だと思わなくていいっていうことを知っておいてください。つまり、まあ、ちょっとね変な余韻で出しちゃダメですけど、なんかあのこれなんか一見後ろから見るとね、こうくっついてるかのように見えるんですけど、横から見ると微妙に離れてるのがよくわかる。これをちゃんと駆使すれば、いわゆるそのオープンサウンド、バスドラのオープンサウンドを得ることができるってことも、覚えておいてください。それから最後に一つ、これは僕も使ったり使わなかったりなんですけど、あの人間の足の形を考えると、実はこのちょっとこうなんていうんですか、ハの字になる足がね、なんかこう内股っぽくなるっていうのは実はすごく使える奏法なんですね。オープンになると重心バランスあんまり良くなくなります。ちょっと内股にするとバランス良くなるんですね。僕昔あの空手をやったりしたこともあるんですけども、足首の先をねこうちょっと内に向けてここを開くみたいなことをして、こう姿勢を正して立つわけですよね。人間の重心支えるのに、もともと人間の足ってちょっとね横脚に骨が作られてるんですよ。なので少しこう内股に向けてあげると、まっすぐこう重心落ちる。そうするとどっちにでも行けるようになる。例えばこうツインペダルとかを使ってね、まあ、ツインバスの、演奏する時なんかに、オープンだと乱れやすくなるんですけど、ちょっと内股気味にすると安定性が良くなったりします。なので本当に時と場合に応じて、例えばサンバキックの時とかもちょっと使うんです。オープンでするこういう時は、ちょっと内股タイトなプレーが、僕はできると思って、使っているので、ぜひ皆さんもよかったらちょっと試してみてください。